はい、始まりました。せーの、ロンと一歩の隠れ家、イエーイ始まりました。始まりましたね、第1回目ですね。始まっちゃいましたね。やっとね、第1回目がスタートしました。いきなり、この間なんか見学でここ座ったのに始まってしまいました。ね、はい、ね、しかも実はこの番組始まる前に、うん、僕とロンさんが、はい、個人的に話してたことがあって、はい、僕のインスタグラムのフォロワーが1万人達成したら一緒に、イベントしましょうっていう話をしてたんですよ。そうですね、うん、そう、それが今達成まだしてないのに次始まってしまいました。飛び越えて番組始まりました。はい、はい、そうなんです。ちょっとご縁があってですね、そもそも誰なのかというところなので、そうですね、本当にまずそこからだと思うので早速ですね、はい、僕らの自己紹介っていうのを始めていきたいと思います。はい、はい、まず僕がイラストレーターのロンザイモンと言います。よろしくお願いします。はい、そしてはい、ロンさんはですね、はい、イラストレーターとして、福岡で、活動されているんですけれども、次のテロップちょっと言っていただいていいですか。はい、はい、これ何をしているところになるんですか。そうですね、そもそも痩せてますよねこれコロナ前から僕はイラストレーターとして福岡で活動し始めたんですね。そもそもちょっと簡単なプロフィール混ぜながらになるんですけど、奄美大島出身で福岡に、出てきまして、こうやってイラストレーターで ここは電気ビルっていう、あそこの渡辺通りの前の電気ビルの前でライブペイントをしてた模様なんですけど、これは 5,6 年前ぐらいからやっていて、そこからコロナ前の活動なんやかんやって、コロナでちょっと停滞したり自分の体調が悪くなったりとかあったんですけど、そこを踏まえて今イラストレーターとしていろいろ活動していると思ったら、なんか YouTube の番組が始まってしまったっていうことになっております。はい、ちなみにこの写真なんですけど、はい、ストリートで最初活動されてたんですか。そうですね、ライブペイントがかなり多くて、こう人前で描いたりとか、依頼を受けるような動きっていうよりはもうどんどん人前に出て自分のもうポストカードとかをガンガン手売りしたりっていうところをやってましたね。もう結構コツコツと ね、 そうですね、活動されていたってことですよね。はい、全然もうなんか見向きもされないっていうところからやってきた感じですね。はい、じゃあ次お願いします。こちらは何をされているところですか。はい、でそのコロナ前にいろんな活動をしてたんですけど、どんどんありがたいことに活動の幅が広がってきて、似顔絵を描いたりとかですね。でここの見ている写真の下に似顔絵の金額っていうのが実際書かれてるんですけど、この資料では途切れててすいません、ここの金額が1000円とか、そんなにミニ色紙で500円っていうところからスタートして、今もうちょっともっといいお値段でちょっとずつそうですよ、ね、仕事がいただけるようになってきてっていう。いや実は僕も、はい、彼のファンで、ロンザエモンのファンで、個人的に原画とかも購入させていただいたんですけれども、今は運万円とします。1枚すいません、ありがとうございます。ね、すごいですよね、500円から運万円になるって、はいなんでですかね、なんでですかねっていうのもおかしいですけどなんかこう頑張ったらちゃんとこう数字に現れるというか、見る人が評価してくれるっていうところが変わってきたのがやっぱいいなと思って、福岡の絵描き会話が盛り上がってるんですよね。でそもそもこうつながってこの、番組に至るっていう流れがあると思うので、一歩さんの紹介もこの後あるんですけど、そのこう盛り上がってくる流れの中で周りの評価も上がって自分の評価も上がってきたみたいな、っていうところですかね。ここはコロナ前までやってた動きっていう感じで、あ、じゃあコロナ明けですかね、はい、コロナ明けの方はどうですか、はい、次の。そうですね、コロナ明けですごい一番変わったのがインスタグラムをちょっと頑張りまして、で、コロナ前が2000人のところで僕はその活動が止まってて、しかも体調を崩して全然露出できないっていうところはあったんですけど、そこから頑張って今最終的に8万フォロワー超えたところになって、8万もすごい、ありがとうございます。でそれをちょっとこう一緒にやってる絵描きさんの、人に映ってない絵描きさん、人に見られてないのがもったいないっていう人たちにどんどん広めていこうっていうので、トークイベントを
インスタの伸ばし方のトークイベントをやったっていうところですね、うん、ちなみにあの僕もこのインスタ、はい、インスタ の, あのトークショーを参加させていただきまして来ていただいて そ, そこで僕もあのインスタの勉強をですねちょっとさせていただいたっていう経緯も実はあります、うん、すごく成果が出たらしいですいやすごく成果が出ました、はい、本当に、はい、そうなんですよ、ね、なんかこうノウハウがいろいろ溜まって人に教えるっていうこともできるようになったっていう活動が、うん、こう絵を描くっていうこと以外の活動もすごい増えたのがコロナ以降になりますね、うんうんうん、はい、でじゃあ次をお願いします。で自分自身の成果もできる場所っていうのがどんどん良くなっていったので、うん、まあ、三越でこう展示をさせていただいて、展示だけじゃなくてライブペイントでこう実際にお客さんの目の前で描いたっていう活動になったっていうところになります。これも来ていただいてっていう、うん、そうですね、はい、僕もお邪魔させていただきまして、うんうん、ライブペイントされてる最中の途中段階の完成前のですね、うん、作品をちょっと見させていただきまして、で、まあ、今そのお写真の背景にある、まあ、イラストも彼 の,、うん、あの作品なんですけど、まあ、彼は今あのガールズイラストをメインに、はい、描かれているんですが、まあ、今回のこの作品ちょっと作風が違うんですよね。そうですね、カラフルなガールズイラストが最近多かったんで、そうそう、うん、はい、でこれってなんでこういう系の絵になったんですか。ちなみにこれがそのコロナ前の絵とかで特に顕著なんですけど、うん、僕は漫画家志望からそもそも活動をスタートしてて、うんうん、で漫画をもう漫画家になろうと思ってそもそも絵を描いてたので、うん、もうその線画というか、うんうん、モノクロでかっこいい少年漫画の絵っていうのを描いてたんですけど、うん、そこからどんどん変わってコロナ後特に、絵の変化が変わってきたんですけど、結構自分の好きな、うん、作風をもう一回いろんな人に見てほしいっていうので漫画のテイストを入れて、描いてすごい反響も良かったので、うん、はい、そうですよね、なんか新しいその、うん、ね、論左衛門の可能性っていうのをなんか見せられたような、はい、なんか僕はもうすごく新鮮な気持ちで見させていただいたんですけど、ちなみに、うん、今この作品って どっか飾られていたりとかするんですか。今この絵はちょっと今は展示されている場所がなくて、でもちょっと出せるように画策中です。おー、はい、楽しみですね。特にあのイベントが細かい情報これからインスタとかで出すんですけど、年末年始と2月、うん、3月に向けてイベント何個も出る予定があるんで、うん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 、そこでちょっとどこかでこれがもう一回見れるようにしたいかなっていう、はい、素敵だ、すごい好評でした本当に。うん、今回その三越でのイベントっていう形でね、はい、出られていましたけど、うん、今、まあ、直近だったら結構大きなイベントも、ね、参加されてなかったですか。直近で言うと東京のやつですか。あ、そうです、東京のやつです。キンコーズさんに声をかけていただいて、キンコーズ賞っていうの賞をいただいて、その兼ね合いで、東京の新宿の金工図作るワークっていうスペースで、展示と金工図さんができる技術でグッズを作って、初めてアクリルスタンドとか、うん、クリアファイルとかを作って、あとはなんか自分でこう表紙と中身と別々に選んでオリジナルノートを作るみたいな。すごいいろんな金庫さんすごいなみたいな、それをなんか現場のお客さんが自分で選んで作れるみたいなセットがあって、面白い。あと等身大の180センチぐらいあるパネル、フォトスポットになるパネルを作ってもらったりとか、うん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 、自分も実際現場に行けたので、うん、面白い経験できましたね。うん、いやすごいですよね、福岡からその東京まで活動の拠点ができるっていうのは、うん、はい、ね、なかなか。もう現代アートのその現状っていうと、ね、まあ僕の個人的な視点で見るとまだまだその浸透してない、うんうん、そう、まあ、でもすごく活発に活動されている論左衛門のように、はい、活動されている、まあ、アーティストさんとかも、ね、やっぱいるし、うん、めちゃめちゃいっぱいいます福岡には。すごいいっぱいいますよね、うんうん、でもまだ表に、ね、出てない、出てきてない人たちっていうのがいっぱいいて、うん、その、ね、そうなんですよ、うん、一握りの
まあ、もう一人握りの人ですよ本当にいっぱいいますもん、ね、みんなきっかけがないだけでとんでもない人数います、うん、ここにいい絵描いて、ね、はい、だからまあその中で、まあ、東京でも活動できるっていうね、その本さんの何でしょう、実力というか努力っていうのがですね、まあ、今こうやって形になってるっていうのは本当にすごいなって、頑張ってるかもしれないです、頑張ってるかもしれない、カメラが追いつかないぐらいスピードでいってしまう。そうですね、今自分の紹介としてはコロナ前から活動を始めてっていう、こういう流れになるんですけど、ロンザイモンというイラストレーターの簡単な経歴というか、はい、一歩さんはどういう人なのかなってすごい気になると思うので、はい、ありがとうございます。では私の、まあ、紹介をですね早速させていただこうと思います、はい、私あの食べるファーストテイカーといいまして、うん、あのインスタグラムを、使って今主にラーメンを、メインにあの発信を、しているものになります、うんうん、でまあインスタグラマーとか、はい、まあ、ライバーさんとか、うんうん、YouTuber とかっていうジャンルがあるじゃないですか、うんうん、あります、あります、いろいろある中で SNS の中でそういうね、はい、分類されているものがあるんですけど、うんうん、僕は新しいジャンルを作りたいと思って食べるファーストテイカーっていうものを作ったんですね、はい、自分で。だから何って思いましたもん、食べるファーストテイカーってそうでしょ、はい、必ず聞かれますみたいな、うん、必ず聞かれますね、それは。めっちゃいいワードですよね、食べるファーストテイカーって、響きもいいし、うん、まあね、覚えやすい、とにかく、うんうん、覚えやすい、うん、あと個人的にすごいかっこいいなと思って、うん、決まりましたね、かっこいいなと思って決めました、うん、はい、で食べるファーストテイカーが、まあ、できた経緯をちょっとお話しさせていただこうかなと、はい、思うんですけど、知りたいです、まあ僕がこの食べるファーストテイクっていうコンテンツを作ったのがちょうど1年前になるんですよね、うん、1年前、まあ、7月頃ですかね、去年の、うん、に作ったんですけど、はい、まあ、とあるインスタグラマーさんがラーメンを紹介していて、まあ、すごくバズってたんですよ、うんうん、で、まあ、それプラス、まあ、僕個人的に、まあ、若い頃にですね、10代の時にあのラーメン屋さんで勤めていたっていうのがあって、はい、そのラーメン屋さんの苦労とか、うん、まあ、そこにかける情熱とか、まあ、そういうものをですね、僕は持ってやっぱ働いてた時期があったので、まあ、そういうのをですね、もっと表に出していきたいと思って、うん、でそれでそのバズった人のコンテンツと、はい、その内側を発信したいという自分の思い、うん、それをもう合体させてしまえと思ってできたのが食べるファーストテイクっていう。だから食べるだけじゃないですね、内側も見せたいみたいな。そうですね、内側も見せたいと。で、直近であれば、今年の10月の末なんですけれども、うん、実は食べるファーストテイカーを、ラーメン屋さんで働かせてみたという企画を、自分で。あれ面白いですね。面白かったでしょ、はい、後からその見させていただいて普段食べてるのに、そうそうそう、食べてるインスタグラマーいっぱいいますけど、うん、働きました。そう、働いちゃったんですね、うん、ラーメン食べるだけじゃなくて実際にお店の中に入り込んで、うん、3日間修行して、でその4日目に、じゃあ食べるファーストテイクが働きますっていうのを告知して、まあまあ、僕のフォロワーさんのことをグルッポって呼んでるんですけど、うんうん、まあ、グルッポたちが来てくれて、うん、で実際に僕がラーメンを作って提供するっていうところまでちょっとさせていただいて。それ何人ぐらい来たんですか。これはですね、31名来ていただきました、ね、初めて1年で初めて1年で、なおかつその、ね、イベントをするのも初で、はい、まあ、自分がやった企画の中で初めてなんか成果が出たなと思って。いやいや、とんでもないですすごく嬉しかったですね、うんうんうん、やっぱそのあともう一つ理由があって、はい、食べるファーストテイクってその、まあ、表面上は、まあ、消費者側に向けたものではあるんですけど、うん、その裏側ではまあ、ラーメン屋さんとか、まあ、ご飲食店で働かれている人たちにも、はい、その笑顔とかを届けたいと思ったんですよ、うん、まあ、当時そのラーメン屋さんで働いてたっていうのをお話ししたと思うんですけど、はい、
まあ、その時にですね、まあ、お金をねいただくと、商品を提供してお金をいただくっていう流れがもう当たり前になります、まあ、なってますけど、その時に僕が嬉しかったのが、一番嬉しかったのが、そのお客様がごちそうさまでしたとか、うん、ありがとうございましたっていうその一言であったり、まあ、食べた瞬間の笑顔とか、まあ、そういうのがすごく嬉しかったんですね、うんうんうん、でそういうのも、まあ、お店の方にもお届けできたらなと思って、まあ、このコンテンツをスタートしたっていう感じになります、うん、はい。ではですね、じゃあ食べるファーストテイクどういう感じでやってるのっていうのも気になると思うので、まあ、早速ですね、ちょっと次に行っていただきましょう。見たいです、見たいです。はい、あすごい美味しそうこれはですね、本当珍しいラーメンなんですよね、すごく。どんな、 まだ今のところ普通ですよ、はい、これただ美味しそうなあ、なんか掴んでる。これチャーシューですね。チャーシュー、チャーシュー。でこれが何が変わってるのかというと、もうスープがですね、はい、皆さんがイメージしている豚骨ではなくて、うんうん、豚パイタンっていう新しいジャンルのラーメンになっております。なんか鳥とかで多くないですか。鳥は多いですね。鳥のパイタンはいっぱいあるんですけど、うんうん、豚パイタンっていうのはなかなかなくて、はい、まあ、ここのお店ぐらいじゃないかな。うん、うん、で、まあ、これをね、見てほしいのが、まあ、うん、一口目ノーカットなんですよ、絶対に、うんうんうん、一口目ノーカットで、まあ、お届けすると、まあ、リアルをですね、よりリアルを、皆さんにお伝えしたいと、見ている側ももちろんその商品を提供している側にも、うん、よりリアルなリアクションっていうのを提供する、まあ、これも食べるファーストテイクの、うんうん、まあ、楽しみ方というか、うん、そこはファーストテイクに一番かかっているところですね。そういうことですね、うん、はい、もうそこがもう一番見てほしいというか、僕も見させていただいて、だいたいこっから始まりますもんね。そうですね必ず美味しそうに食べてって思います。そう、でまあ、こういうことをね、まあ、してるんですけれども、うん、まあ、実は私は個人的に、まあ、持病を抱えていて、うん、双極性障害っていう、まあ、精神疾患を持ってるんですね、うんうん、まあ、気分の浮き沈みが激しいような病気なんですけど、うん、まあ、そういう人でも、まあ、こういう誰かを喜ばせるコンテンツできるんだよっていうのを、うん、まあ、もう一つ伝えていきたい、まあ、そういう同じ境遇の人たちの背中を押したいっていうのも実はあって、めちゃめちゃかっこいいですこういうのがね伝わってくれたらなと思って活動しております。はい、では次に行きましょう。はい、お願いします。はい、ロンと一歩の目指す番組ということで、はい、はい、これどうですか、ロンさん。いや、そのいっぱい言いたいことあるんですけど、うん、まず見学、ここのメディアステーションという企画のお話聞いて、見学でただこの間一月ぐらいですか、そうですね、前座ってたんですけど、もうここで喋ってるのがすごい不思議で、でもなんかここに座った時になんか自分たちで何かできそうだなって思っちゃったので、うん、今までの活動を通じて、うん、すごいいい場所があるなと思って、うん、で一歩さんがやりましょうって、やりますかって言ってくれたんで、うんうんうん、この発信できる人間2人で、うん、こう特に一歩さんもアートが好きで、うん、僕がしてるグループ展に来てくれて、普通にお客さんとして初めて、うん、アートを通じてつながったところから、うん、こうやって関係性あるんで、うん、そこからこういろいろできたらなっていうところですよね、うん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 、そうですね、まあ、経緯はそういう感じで、うんうん、まあまあ、一番目指すてるところ、まあ、みんな気になるところだと思うんですよね。番組趣旨的な部分ってすごく気になると思うんですけど、まあ、今なかなか表に立ってないその現代アートっていうものと、うん、あとその飲食店っていうところの観点で、まあ、結構共通点が実はあって、うん、まあ、ラーメンとかだったら時間をすごくかけてスープを取るとか、うん、まあ、何か他のフードでもいいんですけど、うん、何か作るには時間と労力がかかるわけですよね、うん、でもその現代アートもそうで、やっぱ描かれてるアーティストがいて、はい、そこの一つの作品に対してかける労力とか情熱とか、うん、そういう熱い思いとかっていうのはやっぱ共通する部分だなって、うん、めっちゃ大変です、ね、めっちゃ大変ですよね、本当にめっちゃ大変。さっきお客さんにラーメンを食べていただいて、リアクションがすごい嬉しかったというところは、クリエイターとちょっと感覚が似てるなと思って、うんうん、
やっぱその辺も通じてるのかなという感じですね、うんうんうん、そうですよね、だからそれを、まあ、合わせて、うんうん、まあ、合わせることによってよりその福岡の、現代アートとか、まあ、今だったらラーメンとか、うん、まあ、グルメとかそういったものを掛け合わせていって、まあ、発信していってよりいろんな人に、分かってもらおうっていうのがですね、この番組の、趣旨に、なってきております。そうですね、好きな人とか、うん、実際のプレイヤーがこうやって YouTube 上で喋ってるっていうのが、うん、まあ、福岡は特にまだそういう人が少ないかな。そうですね、多分僕らが初めてなんじゃないですか。革命を起こして、革命を起こしましたね革命を起こしたかもしれないね。だからこうやってクリエイターさんが、うん、顔を出すっていうのも結構珍しいことで、うんうん、実際に福岡で活動されてるクリエイターさん僕結構、直接お話しする機会とかいただくんですけど、うん、もう皆さん大体顔出しされていないんですよね。そうですね、なんか絵描きは顔出さないっていうのがまあ普通というか、うん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 、イメージみたいなところだったんですけど、まあ、確かにそういう風習みたいなのがありますもんね、うんうん、なんか恥ずかしいじゃないですけど絵を描くのがまあ好きで頑張りたいので、うんうん、みたいな感じだったんですけど、うんうん、なんか自分は結構人前でこうやって喋って展開していくの最近楽しいなって、うん、はい、いやそれが嬉しいですよね。その表に出てくれるっていうのはやっぱクリエイターの顔を見たいとか、うんうん、まあ、ラーメンだったら職人さんの顔を見たいとか、あ、それはあります、ね、すごく、ね、それはあると思うので、うん、まあ、そこはすごくね共通してるのかなって僕的にはね思っております。今日感じました。うん、うんうん、まあ、ロンさんとかね、なんだろう、映像映えするんですよね、すごく。映像映えしてますロンさん映像映えしてますよ福岡の阿部寛と言っても過言ではない。あ、そうなんですよ、僕自己紹介の時に西日本一の阿部寛ですって言うか迷ってて差し替えてもらって第2回の時に今言ってない体で言うかもしれない自己紹介必要なんでね、まだまだ。いや、はい、本当ですね、はい、いろいろ発信していくので、うん、はい、まあ、これからですね、まあ、例えばゲストさんを招いて、はい、ね、お話ししたりとか、うん、まあ、ロケとかをして、うんうん、まあ、ご飲食店の紹介とか、うん、まあ、そういうのをですね、今後やっていって、うん、まあ、この番組っていうのを盛り上げていきたいなと考えておりますので、はい、まあ、皆さんですね、次回もお楽しみいただければなと、思っておりますので、はいはい、今後ともよろしくお願いいたします。お願いします。まだ喋っていいみたいですまだ喋っていいみたいですねそうだな、何か。それこそ次に紹介する予定のロケをもうしちゃったじゃないですか。ああ、そうですね、はい、まさかの番組持つの初やのにもう初回の前にロケしてるというとんでもない行動ですね。そう、実はもうロケ、はい、終わってます1個、はい、めっちゃ面白かったですね。めっちゃ面白かったですね、はい、まあ詳しくは言えないんですけれども、うんうん、やっぱ福岡ではまあちょっと浸透してきたのかなっていうような新しい、いやいや、すごい、まあ、お店ですよね。短時間で今広まってる場所があるんですけど、うんうんうん、ね、多分福岡ぐらいじゃないですか、そういう活動されているのって。そうですね、なんかカフェギャラリーみたいなのはあるんです、うんうんうん、と思うんですけど、そのカフェギャラリーとして そこの外の枠に広げようという動きの、うん、なんかバイタリティがとんでもないと思って、うん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 、はい、確かに。でそこにロケに行ってきたっていう。うん、いや、そうなんですよ、はい、なんでね、多分皆さん驚くと思います。こんなお店あるのみたいな、うんうん、もう福岡でも本当に珍しい。そうですね、しかも一歩さんのちゃんと特技というか良さも合わせて食レポというか。そうですね、僕もするんやって思いながら食レポしましたけどねイラストレーターが食レポをするっていう新しい、はい、感じになっておりますね、はい、すみません、ちょっとそれるんですけど、もう一個僕目標があって、福岡の大泉洋になろう阿部寛やったり大泉洋やったりややこしいですけど、はい、そこを目指してるんで、うんうん、いろいろやりたいなって。 いや、いいですね。そういう、うん、まあ、本当ね、今後まあ、協賛とかスポンサーの方とかが増えていって、はい、うんうん、まあね、いろんな活動できるように僕らも動いていきたいなというふうに、そう、まあ、考えているので、はい、もし協賛してもいいよっていう
方がいらっしゃいましたら、もうぜひともご協力いただければなと思いますので、はい、すごい待ってます、はい、もうすんごく待ってます、はい、ちなみにもう2つ決まってます、うん、それがすごい決まってますもんね、2つ、うんうん、そうなんですよ。だからそのここを通して僕ら個人だけというよりは福岡のアート界隈というか、うん、イラストレーター今から売れたい人たちを応援したいっていう発信の番組なので、うん、そのために一緒にこの番組ごとを応援していただけないかっていう、うん、そうですね、そんないい番組始まるんやって思って、いや本当に自分でもすごいいいと思います、はい、こんなことをやっちゃってよかったのかって、なんかドキドキしてますねそうですね、結構いろんな人巻き込んでいろんな人巻き込んじゃったのでやることになったんでそう、はい、ね、意外とみんなついてきてくれましたもんね。そうですね、なんかこういう番組するんだみたいな言ったら、スロースタートしようとしたんですけど初速がえぐいんで、えぐいんでロケの時もうちょっとふざけようと思ったんですけど全然ふざけれなくて、その映像に入ってないかもしれないですけど、僕ここにその食レポでチーズだけつけたぐらい、はい、もうそれ以外もうガチじゃないガチガチ、もう初だったからですね、場所も良くて、うん、すごい楽しみになると思います、まあ、第1回目の、まあ、第2回目の、うん、まあ、スタジオ撮影の際に、うん、まあ、先ほどお話しさせていただいた、うん、お店のご紹介詳細っていうのはですね、発信させていただきたいと、考えておりますので、はい、まあ、皆さん次回、お楽しみにしていただければなと思います、はい、楽しい回になりますこれから、はい、うん、皆さんそれでは本日はお付き合いいただきありがとうございました。はい、それではまたね。またね。隠れ家をよろしくお願いします。よろしくお願いします。